がフリーでもともとやっていたので、みんなのカクテルの工場になるようなスペース、ハウトゥーコアントロ、その野菜との組み合わせっていうのがすごく好きで、コアントロをベースにキュウリをそのスロージューサーで出したもので、軽めのネグローニみたいな、ナランハとしてのコアントロ、メスカルと合わせてコリアンダーを一緒に合わせてサルサみたいなさっぱりのカクテルを一つ